デイサービスなので昼間だけなんですけども、まあそうやってね、夜中とかも一応世話してました。お食事もこう砕いたりとか。でもそんなみんな一生懸命になって、うん、やっぱ寒い時期だったからね、出っ張りくるんだりなんかして、うん、みんな、うん、助けていただいたのがやっぱりよかったんじゃないですか、その土地の人たちとかね。地震の時に一人だから誰も構ってくれる人いないでしょ。でたまたまうちの弟が近くにいて、津波が来るから逃げろって言って迎えに来て、それで車行って学校の高台に行ったのね、双葉のね。そうしたら高台に行ったら5台ぐらいしかいないのよ。なんでここに来てないのかなと思ってまた戻って、それでからあそろそろ津波が帰ったかなと思ってうちに帰ってきたの。そしたらそれに津波は来ちゃったの。うちの近くまでは津波は来てんだけどね、うちの方には水は来ないから、それからその一晩はうちの中はもうガチャメチャだから入れないからヘルスケアに一晩泊まったの。そして今度明日の朝ね、これ避難しなくていけないって言うから、じゃあ私もじゃあそれが何だ、何で避難しなくてならないのか分かんないのよ。だからいいよ、私は自転車で学校の高台さんが自転車で行くからって言ったの。高台どこでないべってな、これは東郷さん人間だからって、さあ誰に乗っかっていこうだって、誰も言葉かけてくれる人がいないのよ。それが役場の人にね聞いたら、最後のバスがあるっていうんで、その最後のバスに乗っかって、一番最後で20人と2人だか3人で終わりだったの。だからそれに乗せられて川間田まで行って、まあ川間田で4日5日行って、それから今度埼玉に行って、で埼玉から今度こっち来たのかな、埼玉からジステルに来て、そして今度は郡山に来てね、あとなんかもう一回歩いたみたいだね、大体そんなとこで、そして今ここで皆さんにお世話になってます、ね、だからいろんなことがねいっぱいあったの。一人だからもうね誰にも構ってもらわないから、一人は一人だ、どこまでも一人だと言って今でも一人でいます。子供たちはね埼玉の方にみんないるのね、息子も娘も。で時々は来てくるけどもね、子供たちにはね負担かけられないから、まあ一人で頑張ると思って、隣の木村さんにはまるっきりも世話になってると思う、うん、だからまあまあ元気になるうちはね、今10年くらいは頑張りたいと思ってますそんなことでね、皆さんよろしくね、お世話になります。